本日は、高齢化施設断者のリハビリテーションと関連事項、という題でお話しします。ご存知のように、日本は世界でも有数の高齢化社会です。また、施断者の高齢化も進んでいます。このグラフは、国立障害者リハビリテーションセンターで義足を制作した、可視設断者の施断原因の割合と、その平均年齢を示したものです。 20世紀は主な切断原因は外傷による切断でしたしかし21世紀の現在では切断者の高齢化とともに病気による切断が外傷による切断を上回っています病気の原因の第1位は糖尿病でこれは現在下肢切断者のリハビリテーションにおいて重要な課題になっていますかつては切断者は外傷による若い切断者であり 適合する技師を装着すれば多くの場合社会参加が可能でしたしかし現状は違います切断者のリハビリテーションのプロトコルを変える必要があるのです本日は2つの話題についてお話しします一つは国立障害者リハビリテーションセンターのデータに基づく高齢化し切断者の特徴もう一つは 高齢化し切断者が直面すする課題です高齢切断者とはどんな人々なのか欧米に比べて切断者の少ない我が国ではその全体数を把握することは簡単ではありませんそこで当センターに入院して義足歩行訓練を受けた片側化し切断者136名を調査してその特徴の把握を試みました調査対象者の概要はここに示したとおりです まず機能的自立度評価表 FIM です。FIM は ADL 評価法の中でも最も信頼性と妥当性があると言われ、リハビリテーションの分野で幅広く活用されています。ただし、これまで切断者は自立度が高いため FIM の得点は高く、他の障害者に比べ、切断者に対しては参考にならないと言われてきました。しかし、高齢切断者の場合は、少し事情は違ってきます。 1>, 1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月の経過を見ますと、高齢者の中には、FIM の得点が100点に満たない方もいます。この結果を解析してみますと、入院時 FIM 合計値と切断者の年齢には優位な負の相関が認められました。また、FIM 合計値の平均値は、65歳未満の切断者群に比べて65歳以上の切断者群の方が優位に低いことが認められました。 さらに65歳以上の切断者分の方がばらつきが大きいことが特徴でした。それぞれの項目別に見てみますと、65歳以上の切断者は階段昇降や記憶といった項目は低いままで、これらの項目はリハビリテーション訓練ではなかなか改善しないことが示されました。次に歩行能力として歩行時間を取り上げます。10メートル歩行時間はどこの病院でも測る項目と思います。 このグラフが年齢と10メートル歩行時間の散布図です当然のことながら高齢になるほど時間がかかりますしかし統計的には強い相関があるわけではありませんでした65歳以上の高齢切断者の歩行時間の分布を見ますと65歳未満の切断者に比べてばらつきが大きいというのがむしろ大きな特徴ですここのととは高齢だからといって 義足の適用にならないと決めつけるのは好ましくなく、高齢切断者の場合は、より注意深く個々の能力評価をするべきであるということを示唆しています。一方、65歳未満の切断者では、代替切断者と硬い切断者の間に差が認められなかったのに対し、65歳以上の高齢切断者では、両者の間には優位な差が認められました。このこのとから 高齢切断者の特徴をまとめると高齢の切断者は若年切断者に比べて歩行能力や機能に大きなばらつきがあり年齢は義足歩行能力を決定するための絶対的な指標ではありません高齢の切断者ではその人の能力に応じた 個別のリハビリテーションプログラムが必要です。次に、QOL、クオリティー・オブ・ライフ、生活の質について説明します。切断者に対するリハビリテーションの規決を考える上では、機能面だけでなく、QOL の評価も重要です。一般に QOL 尺度としては、SF36 や EQ5D、5L が知られています。これらの尺度は、 疾病の区別なく健康状態を包括的に測定するものであるため疾患別の QOL を適切に測定できていないという問題が報告されていますそのため義足に特化した QOL 尺度がいくつか開発されていますその中でもプロステシス・エバリュエーション・クエスチョネア義足評価・質問票 PEQ は国際的評価尺度であり 信頼性と妥当性の検証された尺度です日本語訳も作成されています PEQ は1998年に開発された義足に関連した健康関連 QOL 尺度です多くの国の言語で訳されている国際的評価尺度で日本語訳は前総長の飛松医師が作成しました 妥当性の証明された解釈度がここに示した9個の尺度になります義足の満足度として歩行外観残存子の状態音使い勝手の5つの尺度があります心理的満足度としては挫折感周囲の反応社会的重荷の3つの尺度がそして生活の満足度の尺度が設定されていますスコアはビジュアルアナログスケールを用いているので解析にも適しています スコアが高いほどポジティブな回答を意味します。われわれはこの PEQ、日本語版を用いて、可視切断者の QOL 調査を長期にわたって行っています。初回が2003年、2011年、そして2021年に3回目の調査を実施しました。3回の調査の対象者の情報です。 回答者の性別は男性がやや増加しておりますが、原因に占める外傷の割合はほとんど変わっていません。特徴的なのは年齢で、平均年齢は6歳上昇しています。切断時の年齢も高くなり、高齢での切断の増加が伺えます。この3回の調査を通じて、18年間の可視切断者の QOL の変化が明らかになってきます。 9つの解釈度ごとに3回の調査結果のスコアの変化をまとめたのがこのグラフになります。まず、全体を見ますと、2021年の WB ・生活の満足を除いてすべての尺度が上昇傾向にあることがわかります。特に2003年と2011年の差が大きく、2021年までその状態を維持していることが示されました。このことから 2003年からの18年間、貸し切断者の QOL は向上しているといえるのではないかと思います。特に義足に関する満足では、残存死の状態と外見、心理的満足度では、周囲の反応と社会的重みの尺度で優位な上昇が認められました。義足利用者の QOL は向上し、直近の10年間は維持していることを調査結果は示しました。 この理由を考えると2003年からの18年間で義足を取り巻く環境が変化していることが要因であると考えられますご存知のように義足の材料や部品の進歩は著しくしかも2021年のパラリンピックは社会に大きな影響を与え義足を日常的にテレビで見ることも珍しくなくなりましたシリコンライナーの普及や部品の高機能化が 義足に関する満足度を向上させさらに義足に対する社会の理解が進んだことが心理的満足度の向上につながっていると考えられます話を高齢者に戻しましょう年齢による2軍の比較では対照的な結果が示されました65歳未満の軍は歩行において65歳以上の軍よりも高い満足度を示しましたが外観や音 残存死の状態、生活の満足のスコアは低い値でした。このことは活動度の差を考えれば説明できそうです。すなわち、65歳未満の方は歩行能力が高く、義足歩行自体には満足しているものの、歩く分だけ、ダン段ンが痛くなったり、義足の外観や音が気になったりして満足度は低くなったと考えられます。一方方65歳以上の方は もっと義足で歩ければと思っているものの仕事等で外出する機会も減るため生活における義足に対するニーズは若い人ほど高くなくゆえに義足のある生活自体には満足していると考えられますこのように高齢者では義足に対する価値観が若い人と異なることをうかがわせる結果が示されましたさて高齢切断者は 入院訓練で義足歩行を獲得しても歩行能力を維持するのが容易ではありません若い切断者は復学や復職等の社会参加への道がおのずと開かれ退院後は義足で歩かざるを得ない状況であるのに対し高齢化し切断者は義足訓練自体が目的となり訓練中は目標に向かって生き生きとするものの義足歩行を獲得と同時に目標がなくなり 退院後のの義足歩歩行行モチベーションががが低下しししてて機会減少少ままう場合が少なくありません歩行能力維持のためには退院後の環境整備と支援が必要です高齢切断者のリハビリテーションの課題について解説します高齢切断者は日常生活での歩行能力を維持するために退院後の生活環境の整備が必要です義足が合わなくなったり 何か問題が発生したりしたときに入院中に学んだトラブルシューティングや義足の管理方法は独自のノウハウとなります。しかし、家族や介護者にはその知識がないため問題を共有できず、高齢切断者は孤立しがちです。現在、多くの切断者が義足を装着して、非切断者と同じように生活を送っています。しかしか 義足が人間の足と同じでああるると考えるには誤解があります義足、と足言うまでもなく、これらは全く違います。多くの下肢切断者が、非切断者と同じような生活を送っているのも、それはあくまでも見かけ上の話であって、義足生活を送るにはそれなりの気配りが必要です。高齢切断者が義足で生活を送るには、 彼らを支える人々も同じ認識を持つ必要があります高齢切断者においては切断者を支える家族や支援者にも同等の情報を提供することが重要ですそのためには口頭だけでなく文書や絵を使用した情報伝達手段が必要ですしかし本屋さんへ行っても義足に関する本は医療専門書や教科書ばかりで 難しすぎますそこで義足とリハビリテーションに関する初心者向けの手引書を作成しました我々はこのパンフレットを病院の入院患者とその家族に配布していますこのパンフレットは切断リハに関わるスタッフや用語の解説リハビリテーションのスケジュールさらに退院後の過ごし方について優しく解説しています それまであまり触れられなかった義足の価格や、作り替えの手続きについても記載し、必要な時にいつでも手に取って読むことができます。インターネットが普及し、切断者自らが情報発信できる時代になった今こそ、適切な情報提供をすることが大事であると思います。我々は、この手引書の作成についてリハビリテーションマニュアルとしてまとめました。 国立障害者リハビリテーションセンターのホームページから手に入れることができますこの発表のまとめです高齢化し切断者の義足歩行訓練における評価とその帰結を国立障害者リハビリテーションセンターのデータをもとに解説いたしました高齢切断者の義足リハビリテーションは多くの課題がありそれらの評価をもとに リハビリテーションの計画を立てることが必要です。そして、家族や支援者が切断者と同じ情報を持つことで、切断者の孤立を防ぐことができます。ごご聴ありがとうございました